カール・フィリップ王子と同妃ソフィア・ベルムランド公爵夫人ソフィア出生名ソフィア・クリスティナ・ヘルクビストはスウェーデン国王カール16世グスタフの第二子で長男のベルムランド公爵カール・フィリップ王子の日ソフィアはストックホルムの北高ダンデリード氏で母マリーブリット・ロートマンとデンマーク系スウェーデン人の父エリコスカル・ヘルクビストとの間に生まれた彼女が洗礼を受けたのは 出生から翌年の1985年5月26日である。彼女は6歳の時にオルブダレンに移転している。彼女にはサラとリナの二人の姉妹がいた。20歳の時、ソフィアは男性向け雑誌、スリッツのために写真を撮られた。その写真はビキニだけを着用し、尻と上半身にかけて蛇のボアが巻きついていたものであった。 彼女は同志の読者投票でミス・スリッツに選ばれた。スウェーデンの王子カール・フィリップとの関係は2010年から始まった。この時、エクスプレッション紙は彼女の写真を再び取り上げた。ミス・スリッツの人気投票後、彼女は TV4 が放送するリアリティ番組パラダイスホテルにキャストされ出演を依頼された。彼女は出演依頼を受け入れ。 同番組の最終回まで務めた。2005年に彼女はニューヨークのザインスティチュート・オブ・イングリッシュ・ビジネスへ経済発展を専攻して会計とコンピューターアプリケーションを学ぶために留学した。彼女は地球的民族、青少年の科学、子供のコミュニケーションといった様々なコースを国連コンベンションで勉強したほか、ストックホルム大学で理論上を呼び、 スウェーデンでの実践における子供の権利を学んでいる。彼女はマンハッタンで自身のヨガセンターを始めた。ソフィアはスウェーデンに帰国後、ウェイトレスとモデルをしながらストックホルムで勉強した。ラスベガス滞在中にアメリカ合衆国のポルノスターのジェナ・ジェームソンと関係を持ったとニュースで報じられた。2010年、友人と共に南アフリカの恵まれない子供たちを支援のチャリティの プロジェクトプレイグラウンドを設立した。2010年7月にスウェーデン王室のスポークスマンニーナエルドはソフィアとカール・フィリップ王子との関係を公に認めた。イギリスのデイリー・テレグラフはソフィアのセミヌードモデルとリアリティ番組出演という経歴のため王室が反対しているといった風な論調でニュースにした。2011年4月、二人は ユールゴーデンで同居を始めた。同年6月、王室は二人の同居を公に認めた。2014年6月14日、二人の婚約が発表された。同年12月、ソフィアはストックホールム市庁舎のブルーホールでのノーベル賞受賞式の晩参会で王室成員として初仕事をこなした。2015年5月には結婚に伴い、 プリンセスに除されることが発表された。同年6月13日、二人はストックホルムのスロッツ危険で結婚式を挙げた。夫のカール・フィリップ王子との間に現在二人の王子がいる。ソフィアはスウェーデン王室に縁のあるソフィア・ヘメット病院の名誉委員長を務めている。ソフィアは2020年4月16日、新型コロナウイルス感染症が 世界的に流行する中、医療資源の不足緩和に貢献するため、ソフィアヘメット病院の医療支援スタッフとして、ボランティア活動を始めた。ありがとうございます。